はいどうも皆さんこんにちは、アクトルブログです。ということで今回なんですけど、体脂肪率 20% 以上の人が腹筋が割れるまでにかかる日数。前回の動画では僕が実際に体脂肪を極限まで落とす上にあたって意識していた習慣、実際に行っていた習慣というのを皆さんに共有させていただいたんですけど、今回の動画では腹筋を割っていくために皆さんがどのぐらいの日数がかかるのかという計算方法、それに加えてどのぐらいの体重を1日に減らしていくことが筋肉も減らさずにしっかりと体脂肪だけ落としていくことができるのか、この2つをトピックに皆さんにお話していきたいと思います。この動画を見てる方というのは僕も常日頃ダイエットに関して皆様に共有していると思うんで、実際に体脂肪を落としていくためにはどういった食事内容、どのぐらいのカロリー量を取ればいいのかっていうことだったりとか、筋肉を落とさずに体脂肪だけ落としていくためにはどういったトレーニング方法で自分自身にアプローチしていかなきゃいけないのかっていうのは皆さん自身も分かっている方っていうのはすごく多いと思うんですけど、一般的にダイエットを行っていく上での目的は人それぞれ違うと思うんですけど、僕自身も昔体操選手だった頃やシルクドソレイユに在籍していた頃、そしてフィジークの大会に出場するための体作り、この3つそれぞれ目的が違いました。なぜダイエットをしようと思うかというと、大会に出場するためにもちろん痩せたいと思ってる方もいるだろうし、僕自身が体操競技を行ってきたように自分自身が行っているスポーツの競技力を向上させていくために体脂肪を落としていきたいと思ってる方ももちろん思います。でも一般的なダイエッターの方でどういう目的で行っているかというと、痩せて綺麗な体になりたい、腹筋を割りたい、一年中通してかっこいい体でいたい、こういう単純なことだと思うんですよ。なのでダイエットの目標を設定していくときに皆さんが一番最初に知っておかなきゃいけないことというのは、自分自身の目標、目的、そして今の現状を知る、この3つになります。自分のダイエットの目標というのはどのぐらいの体脂肪率になるまでが自分の目標なのか、そしてそこに向かっていくために今の自分の現状をどのぐらい期間がかかるのかということをしっかりと知る必要があります。この2つをしっかりと知っておくことで、今まで漠然とダイエットしていた方、このぐらいやっとけば多分ダイエット成功するやろうなって思ってた方というのが、しっかりとどのぐらいの期間でその体脂肪率、その体型になれるのかということが分かります。まず一番最初に腹筋を割るっていうのは正しくもあり正しくもない表現にはなるんですけど、もともとみんなそれぞれ腹筋というのはお腹の中で割れています。腹筋はもともとみんな割れているのに、腹筋がしっかりと割れて見えている人と割れて見えていない人の違いなんですけど、これはもう全て体脂肪です。お腹の中にある腹筋という筋肉、そしてその上についている脂肪、この厚みによって外から見た時に腹筋が割れて見えているのか割れて見えていないのか、この差だけになります。なので腹筋を割りたいと思っている方は腹筋のトレーニングを行っていくこともものすごく重要ではあるんですけど、一番大切なことというのは体脂肪をどんどん減らしていって、体脂肪という腹筋の上についている分厚い壁、この分厚い壁をどん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 減らしていくことによって腹筋っていうのは割れて見えるようになってくるので、一番大切なことというのは体脂肪を減らしていくということになります。その上で腹筋を割れて見せるために腹筋のトレーニングを行っていく理由なんですけど、まず1つ目、腹筋のトレーニングを行うことでお腹周りの血流を良くして、お腹周りの脂肪燃焼速度というのを加速させていくためです。これは前回の動画でも説明させていただいたんですけど、お腹の脂肪というのは日常的に使っていく足の脂肪に比べてつきやすく落ちにくいじゃないですか。これはより日常的にどれだけその筋肉の部位を動かしているかっていうことがものすごく重要になってくるので、腹筋のトレーニングを行っていない方と腹筋のトレーニングを行っている方で全く同じ食事をしていても、お腹周りの脂肪燃焼スピードにどのぐらいの差が生まれたかというと、腹筋のトレーニングをしていない人より腹筋のトレーニングをしていた人の方が約2倍もお腹周りの脂肪燃焼速度というのが高まったことも報告されています。そして2つ目、腹筋という筋肉を肥大させていくことによって、より腹筋の筋肉が大きくそして分厚くなっていくんで、多少体脂肪が高い状態にあったとしても内側から腹筋が外に押し出すことによって腹筋が割れて見えます。この2つの理由から腹筋を最速で割っていくためには、もちろん体脂肪を減らしていくために食事管理も大切なんですけど、腹筋のトレーニングも行っていかなきゃいけないということになります。じゃあどのぐらいの体脂肪率になったら腹筋は一般的に見えるとされているのかというと、体脂肪率約 15% ぐらいから腹筋がうっすら割れて見え始めます。体脂肪率 12% ぐらいになってくると、しっかりと腹筋が割れてきたなっていうことが感じるぐらいに周りから見ても見えるようになってきます。そして体脂肪率が 10% ぐらいになってくると、完全に腹筋がバッキバキに見えてきます。女性の場合は正確に何%から割れてきますよということはなかなか言い切れないんですけど、だいたい体脂肪率 20%
22% ぐらいから腹筋がうっすら見えてきたなというふうに感じると思います。そして体脂肪率が 20% ぐらいになってくると男性でいう 12% ぐらいしっかりと腹筋が見えてくると思います。そして体脂肪率が 17%、18% になってくると腹筋が完全にくっきりと見えてくると思います。これを大前提として皆さんには知っておいてもらった上で、自分自身はどのぐらいの体脂肪率の腹筋になりたいのかということを決めていってもらわないといけないです。自分自身にとってどのぐらいの体脂肪率の時の腹筋というのがバッキバキというような表現につながるのか、自分はどの体にどの体型になっていきたいのかということを一度皆さんは考えてみてください。そしてここからは今自分が決めた体脂肪率になっていくまでどのぐらいの期間かかってどのぐらいの脂肪を落としていかなきゃいけないのかというような計算方法、これを皆さんに教えていきたいと思います。今から実際に皆さんに教えていく計算方法というのはそんなに難しい方法ではないんですけど、この動画を見ながら実際に一緒に計算していった方が皆さんも分かりやすいと思うんで、紙とペンを用意して一緒に計算していきましょう。まず一番最初に皆さんには女子脂肪体重と言われる自分の体重から体脂肪を取り除いた体重というのを計算してもらわないといけないです。今自分自身の体重が例えば 70kg の人だったら、この体重というのは筋肉も脂肪もその他のものも全て含んだ体重だと思うんですけど、この体重から体の脂肪を全て取り除いた体重というのが女子脂肪体重になります。この女子脂肪体重というのをどのように計算していくのかというと、体重が 70kg の人で体脂肪率が 20% の人というのは、自分の体重に割合である 0.2 をかけた数字というのが今現時点で体についている体脂肪の重さになります。この体脂肪の重さを今の自分の体重から引いたものというのが女子脂肪体重、体脂肪を取り除いた体重になります。なので体重 70kg で体脂肪率が 20% の人の体脂肪の重さというのは 14kg になるんで、 70kg から 14kg を引いた数字 56kg というのが女子脂肪体重になります。もっと分かりやすい計算でいくと、体重 100kg の人、そして体脂肪率が 30% の人、この人の体脂肪の重さというのは 30kg になります。なのでこの 30kg というのを 100kg から引いていただくと 70kg になるので、この 70kg というのが体脂肪を取り除いた女子脂肪体重になります。そして今計算していった女子脂肪体重というのは、自分の体に体脂肪が一切ない体脂肪率 0% の状態の体重なので、今現在の自分自身の体重体脂肪率からその 0% に向かっていく過程で、もちろん体重も体脂肪率もどんどん落ちていきます。そしてこの体重も体脂肪も落としていこうとするときに、もちろんダイエットを行っていかないといけないんですけど、間違ったダイエットを行ってしまうと体脂肪と一緒に筋肉まで落としてしまうので、どちらも同じだけの数字が減少してしまうと、結局体重が落ちたときに体脂肪率というのは元々あった体脂肪率と変わっていない可能性があります。例えば分かりやすく言うと、体重 100kg の人が体脂肪を 10kg 落とすことに成功したんですけど、その一方で筋肉も同じだけ 10kg 落としてしまうと、結局体脂肪率っていうのは最初の 30% から全く変わってない状態になっているんで、体脂肪も筋肉もどちらも落ちて一回りスケールダウンしただけの体になってしまいます。なので今現在の自分自身の体から女子脂肪体重に向かって体脂肪を落としていく過程で、一番大切なことというのは、筋肉は残して体脂肪だけ落としていかなければいけないということになります。筋肉は残したまま体脂肪だけを落としていこうと思うと、もちろん食事管理だったり筋力トレーニングというのが必要になってきます。この食事の方法だったりとか運動筋力トレーニングの方法というのはかなり難しいテクニックにはなるんですけど、一度皆さんも習慣化してしまえばそんなに難しいことではないので、前回前々回の動画でたくさんアップしているので、ぜひそちらの方を参考にしてみてください。先ほども言ったように腹筋が割れて見えるようになってくるためには、脂肪というお腹周りの壁の薄さとお腹の筋肉の大きさ分厚さというのが重要になってくるので、体脂肪を落としていくダイエットと筋肉を肥大させていくために必要なトレーニングというのはどちらも必要になってきます。ここまでで皆さんも分かったと思うんですけど、腹筋を割っていくためにはダイエットもトレーニングも必要だよねっていうことは分かったと思います。そして体脂肪を落としていくための食事管理だったり筋肉を肥大させていくためのトレーニング、これができていると仮定した上で、今の自分自身の体型体脂肪率から女子脂肪体重に向かっていく過程で体脂肪率がどん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 減少していくと思うんですけど、一般的に皆さんが憧れる、そして目指したいと思われている体型や体脂肪率というのは、体脂肪率が 12% ぐらいの体型、そして腹筋の見え方だと思います。なのでこの体脂肪率 12% というのを例に挙げて皆さんにはご紹介していきたいと思います。先ほど例に挙げた体重 70kg 体脂肪率 20% の方が体脂肪率を 12% にしていくためには、 70kg に割合である 0.08 をかけた数字、この数字を 70kg から引いていくことによって体脂肪率 12% の時の体重が算出できます。
体重70キロ、体脂肪率 20% の人の体脂肪率 12% の時の体重が 64.4kg になります。ということは、体重70キロの人が 64.4kg になるためには約 5.6 キロの体脂肪を落としていかなきゃいけないです。自分自身がなりたい体脂肪率になっていくために、今現状の体重からどのぐらいの体脂肪を減らしていかないといけないか分かったら、次に皆さんが知っておかないといけないことは、この 5.6kg の体脂肪を燃焼していくためにどのぐらいのカロリーを燃焼させていかないといけないのかということを知っておかないといけないです。体脂肪を体に蓄積して増やす時も、体脂肪を 1kg 燃焼して減らしていく時も約 7200kcal のカロリーが必要と言われています。なので、体脂肪 1kg 増やそうと思ったら7200kcal オーバーカロリーの状態を作らなきゃいけないし、体脂肪 1kg 減らそうと思ったら 7200kcal アンダーカロリーの状態を作っていかなきゃいけないということになります。結局は摂取カロリーと消費カロリーの収支になるんで、例えばオーバーカロリーとはどういう状態のことかというと、 2000kcal 分の食べ物を1日に食べた人が 1500kcal 分しか燃焼できなかったら 500kcal のオーバーカロリーになります。なので、この 500kcal のオーバーカロリーの状態を約2週間続けていると、体脂肪として 1kg体に蓄積してしまいます。逆に言うと、毎日 500kcal 分のアンダーカロリー状態、要は 2000kcal 分の食べ物を1日に食べるよりも 500kcal 分燃焼するカロリーの多い状態を毎日作ることができれば、2週間で体脂肪 1kg 燃焼することができます。自分自身がなりたい体脂肪率 12% の体になっていくためには、約 5.6kg の体脂肪を落としていかなきゃいけないということが分かったら、 1kg の体脂肪を燃焼するのに約 7200kcal を燃焼していかなきゃいけないので、体脂肪を 5.6kg 燃焼させなきゃいけない人が消費しなきゃいけないカロリーというのは約 43200kcal になります。この 43200kcal まで計算できた人は、よし、めちゃめちゃ頑張って早く痩せたいから運動量めちゃくちゃ増やして摂取するカロリーの量を極端に減らせば、めちゃくちゃ摂取カロリーと消費カロリーに収支がつけられるから最短でいけるやんって思って、全然栄養も摂取していないのにたくさん運動して消費カロリーを上げようと思ってめちゃくちゃ頑張っている方いると思うんですけど、なるべく早く体脂肪を落とそうと思うと、より激しい運動、そしてより過度な食事制限をしていかなきゃいけないので、短期間で素早く体脂肪を落とそうと思っていった方よりも、長期間じっくり時間をかけて体脂肪を落とそうと思っていった方たちの方が、もちろんダイエットは成功することは皆さんも知ってると思います。そして約 5.6kg の体脂肪を落としていくために、4320kcal を燃焼しなきゃいけないということが分かったので、この 43200kcal というのをどのぐらいの期間かけて消費していくのか、これが大事になります。例えば約1ヶ月で 43200kcal を燃焼しようと思うと、1日に燃焼しなきゃいけないカロリーというのは約 1350kcal になります。ということは、1日に摂取カロリーを 2000kcal 摂取している人であれば、消費カロリーで約 3350kcal を消費していかないと、1日に 1350kcal の摂取カロリーと消費カロリーの収支をつけていくことはできないです。1日に約 3350kcal 燃焼していこうと思うと、 20kg 以上のウォーキングをしていかなきゃいけない運動量になるので、これを毎日30日間行うなんて 100% 無理じゃないですか。それに加えて、この動画を見てダイエットに成功したいと思われている方というのは、なるべく筋肉量を残して体脂肪だけを減らしていきたい方だと思うので、そういった方というのは1日に摂取するカロリーと消費するカロリー、約 300kcal から 500kcal のアンダーカロリーの状態にするのが、筋肉も一番残せて体脂肪だけ落としていくために必要な収支カロリーだと言われています。なので、マックス 500kcal のアンダーカロリーの状態を作ったとしても、 43200kcal を消費していくために必要な日数というのは約80日間必要なので、約2ヶ月半の日数が必要ということが分かります。いやいや、2ヶ月半も待てへんよ、夏終わっちゃうやんって思ってる方に関しては、摂取カロリー、消費カロリー、もっと収支をつけてダイエットを行っていくことは可能なんですけど、この摂取カロリーと消費カロリーの収支をつければつけていくほど、筋肉というのは維持していくことが難しく減少しやすくなりますし、もしめちゃくちゃ頑張って1ヶ月以内に体脂肪率 12% の体を作れたとしても、体脂肪率 12% の体を1年間持続させていくのは難しいと思います。これにはたくさんの理由があるんですけど、まずそもそも摂取カロリーと消費カロリーにたくさんの収支をつけてしまうと、基礎代謝というのが低下してしまいます。この基礎代謝が低下することによって、1
1日どんなに運動を頑張ったとしてもなかなか消費できない体になってしまうんで、こうなってしまうと自分が食べている摂取カロリーをどん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 減らしていかないといけなくなります。そして摂取カロリーを減らしすぎていってしまうとどうなるかというと、体に全然栄養を摂取しないことで生命の維持に関わるんで、体がどん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 食べた栄養というのは体脂肪になるべく変えて蓄えておこうという働きになるので、全然食べてないのに太りやすく痩せにくい体になってしまいますし、めちゃくちゃ運動を頑張っているのに全然体脂肪を落とせず、むしろ筋肉ばっかりが減っていってしまうみたいな結果になってしまいます。なので皆さんがなるべく最短でかっこいい体になりたい、綺麗な体になりたいって思う気持ちはすごくわかるんですけど、摂取カロリーと消費カロリーの収支にどん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 差をつけすぎてしまうと、最初は痩せていってるように感じるんですけど、結果としては最悪の結末を迎えてしまうことになります。そして摂取カロリーを抑えすぎることで、体からグレリンと言われる食欲が増進するホルモンというのが分泌します。グレリンがたくさん分泌することによって必ず過食につながってしまいます。そして一度摂取カロリーを下げて分泌してしまったグレリンの量というのは、どれだけその後食事をたくさんとってその分泌を減らそうと思ってもそんなすぐには減っていかないです。約1年ぐらいは分泌量というのが増えてしまうというようなことも言われているんで、ずっと過食していってしまいます。それに加えて体脂肪をたくさん蓄えようとしているんで、たくさん食べてその分体脂肪になってしまう。そしてもともと痩せようと思ってた自分の体重よりも太っていってしまっていることがあります。なのでもちろん皆さんがなるべく早く痩せてかっこいい綺麗な体になりたいと思う気持ちはあるんですけど、そこは抑えてしっかりと先ほど説明した1日300キロカロリーから500キロカロリーの収支カロリー、アンダーカロリーの状態を作った状態で、自分が目標にしている体脂肪率になるためにはどのぐらいの総消費カロリーが必要なのかということを計算して日数を割り出してみてください。それでは最後に皆さんが分かりやすいようにまとめとして例を挙げていきたいんですけど、体重80キロ体脂肪率 28% の人が筋肉は残して体脂肪率 12% のバキバキの体を作っていくためにどのぐらいの日数がかかるかというと、体脂肪率 28% から 12% にしていくためには体脂肪率 16% を落とさなきゃいけないので、80キロに減らしたい体脂肪の割合である 16% を 0.16 をかけると12.8という数字になります。この 12.8 を体重から引いた数字というのが体脂肪率 12% になった時の体重になるので、体脂肪を 12.8 キロを落としていくために必要な消費カロリーというのは、1キロの体脂肪を減らしていくために約7200キロカロリーの消費カロリーが必要になってくるので、 12.8 に7200をかけた約9万2000キロカロリーというカロリーを消費していかないといけないんです。そして先ほどお伝えさせていただいたように、筋肉を減らさないようにダイエットを進めていこうと思うと、1日最大500キロカロリーの摂取カロリーと消費カロリーの収支をつけていかなきゃいけないので、1日500キロカロリーのアンダーカロリーの状態をどのぐらいの日数継続していくと9万2000キロカロリーに到達するかというと、約180日間継続しないといけないです。なので体重80キロ体脂肪率 28% の方が筋肉を落とさずに体脂肪だけ落として体脂肪率 12% のバキバキの体を作っていこうと思うと約半年間かかるという計算になります。この数字を聞くとかなり長期的なダイエットになるんで、もっと早く痩せたいと思って摂取カロリーと消費カロリーの収支をもっとたくさんつけて素早く痩せていこうと思う方がいると思うんですけど、先ほども散々言ったように1日500キロカロリー以上のアンダーカロリーの状態というのを長期間続けてしまうと、体脂肪ももちろん落ちるんですけど、それ以上に筋肉というのを落ちていってしまって、体脂肪率 12% に到達するまでに途中でダイエットに失敗してしまってリバウンドしてしまったりとか、体脂肪率 12% の体になる前に筋肉を落ちきってしまって体重や体脂肪率が停滞してしまって痩せにくく太りやすい体質になってしまいます。なので一見めちゃくちゃ長期的なダイエットに見えるんですけど、急いで行った時の方が時間はかかるし、その時に失敗してしまうと、一度過度な食事制限や高強度すぎる運動を続けてダイエットで失敗してしまうと、その後にまた痩せていくためにはかなり時間がかかってしまいます。1日500キロカロリーのアンダーカロリーの状態というのを長期間継続していくのはかなり辛いと思うんですけど、普段僕がお伝えしているような習慣だったりとかトレーニング方法、食事内容というのを少しずつでも実践していただくことで、必ず体脂肪というのは落ちていきますし、必ず目標に近づいてはいきますので、ぜひ諦めないで僕と一緒に最後まで頑張っていきましょう。はい、ということで今回なんですけど、体脂肪率 28% の人がバキバキの腹筋を手に入れるまでにどのぐらいの期間、日数が必要なのかということを
皆さんにお伝えさせていただきました。今回の計算方法で計算してみた数字を見て絶望するのではなく、そのぐらい長い期間余裕を持ってダイエットを行っていけるというような心に余裕を持って少しずつ一緒に頑張っていきましょう。ということで、今回の動画が面白かった、役に立ったと思われる方、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。こういった有益になるような情報というのを皆さんに今後も提供できたらなというふうに思うので、ぜひね、皆さん今後の動画も楽しみにしておいてください。それでは皆さん、今回はこれで終わりたいと思います。また皆さんの次回の動画でお会いしましょう。さよなら。